カサネ、ちょっと試したい筋トレがあるんですが、手伝ってもらってもいいですか？ええ、いいわ。何をどうすればいいの？これからベンチプレスをするつもりなんですが、備品の重りだけでは物足りなくなってしまったんです。だから重ねの念力でバーベルをさらに下方向へ押してみてほしいんですよ。そんな負荷のかけ方をしたら危険じゃない？今の重りでもトレーニングには十分だと思うけど。いいえ、何事も挑戦ですから、お願いします。わかったわ。とりあえずやってみましょう。バーベル全然持ち上がってないわね。念力は解除しましょうか？いえ、もう少し、もうちょっとでいけそうな気が。粘り強いというか強情ね。はあ、結局1ミリも持ち上げられないとは。重ねの協力を無駄にしてしまいましたね。こういうトレーニングは非現実的だと分かっただけでも無駄ではなかったんじゃない？辛辣ですね。それにしてもやはり理想に近づくのは難しいですね。どうしてそんなに必死になっているの？今のは無理があるって自分でも分かっていたはずよ。自分の限界を超えたいんです。この間重ねと話をして僕は気づかされました。自分が能力の有無にとらわれすぎていたこと。そして大事なのは手段ではなく何をするかだと。そういえばそんな風に言ったかしら。自分が何をするか、何をしたいのか、そう考えた時僕の頭に一つの目標が浮かんだんです。でもそれはあまりに大きい目標でした。今のままの自分では到底実現できないほど。目標って一体何なの？ベルペッパーの人間が他の人間と平等に扱われる社会を築くことです。今のニューヒム下では能力のない人間はいないも同然の扱いを受けています。そうね、私もこの間までベルペッパーなんて言葉さえ知らなかったもの。僕が能力を失うことを恐れるのもそういう社会的な状況を十分すぎるほど知っているからなんです。そこを変えなければ僕も同じベルペッパーの人々も心から不安を拭い去ることはできない。確かに大きい目標ね。でもそれがさっきの無茶なトレーニングにつながる理由はよくわからないわ。それは肉体的な限界を乗り越えることで精神的にも殻を破って成長できるかなと思いまして。一人で国全体を変えるとなれば今のままの僕ではいけないんです。もっと必死にならないと。そうでなければ成し遂げられない。いえ、僕がいくら必死になってもまだ荷が重すぎる目標なのかも。そうね、確かにルカ一人には大きすぎる問題かもしれないけれど、成し遂げられないとは思わないわ。コソネ、ちょっと見てて。何するんです？念力で持ち上げたらトレーニングの意味がないじゃないですか。それを言うならこんな無茶なトレーニングをすること自体意味のないことだったと思うけど。それはその通りですが。私が言いたいのはこのバーベルも社会の問題も同じなんじゃないかってこと。何もかも一人で抱え込む必要はないでしょ。ルカにはルカの、私には私のできることがある。国を変えるなんて一人では無理よ。無理なことはたくさんの人と協力していけばいいんじゃない？重ねの言いたいことは分かりました。でも僕に兄のような人を動かす力があるかどうか。ルカって私の話は覚えているのに自分で話したことはすっかり忘れてるのね。僕が話したこと？
はっきりと自分の意思を持った人間は自然と周囲を引きつけるものだって言ったのはルカ自身でしょ。今のルカははっきりした目標と意思を持ってる。声を上げれば協力してくれる人はいるはずよ。なるほど。自分自身に説得されては反論できませんね。僕はやるべきことを履き違えていたようです。人の助けを借りずに自分が強くならなければと、いえ今の自分には無理だからと理由をつけて踏み出すのを先送りにしていただけかもしれません。そうね。一歩踏み出してしまえばルカなら大した苦労はしないと思うわ。軽く言ってくれますね。でもそうですね、いつまでも立ち止まってはいられません。戦いが終わったら僕にできる限りのことをしてみます。周りに働きかけながらこの国と向き合っていく。すぐには変わらないとしても、いつかベルペッパーであることを誰もが恥じずに生きていけるように。私もできることがあれば手伝うわ。ありがとうございます。ではまずバーベルを戻してくれますか。トレーニングを再開したいので。いいけど、もう変な無茶をするつもりはないわよね。ええ、もちろん普段通りのトレーニングですよ。やはり筋肉は無理なく自分のペースで鍛えるのが一番です。それでも重りは全部つけたままなのね。無理をしないからといってトレーニングで手を抜くわけにはいきませんから。どっこいしょっと。やっぱり強情ね。でもそういうところもルカらしさなのかしら。15 16 17。聞こえてないみたい。でも楽しそうね。そっとしておきましょう。こういう姿だと時々どうしても子供っぽく見られることがあるんですよ。でも重ねは最初の頃から特に意識せず接してくれていますね。私はもともと外見があまり気にならないから。先入観を持たずにいられるのはいいことですよ。僕は感謝しています。重ね、なんだか子供っぽいですが、僕たちもっと親しくなれるでしょうか。別に年齢は関係ないと思うわ。ええ、私たちもっと理解し合えるんじゃないかしら。